はいどうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、だいぶね、見た目も整ってきたんで、がっつり攻略していこうかな。で、今回がロールロンドかな。こちらの方やっていきたいと思います。まあ、ダクソが未経験っていうのもあるんだけど、ワンをしてる人からすると、とても懐かしいらしいね。俺はわかんないけど、あとね、いろいろ変わってまして、レベル1上げて筋力30に振ってます。で、ロスリックが15に変わりました。炎から。ちょっと後悔してる。で、相変わらず、弓で引き寄せて、って欲しいよね、この子のね。ほいほい。かけら盾くれ盾。ほい。手慣れたもんやね。かけらか。まあまあ、そんなもんだよね。どうしよっかな。エストビン消費考えると、右あんま行きたくないけど、倒してみるか。やっぱそうなるよね。強いんだよな。うっそー、ダメか。爆スタ取れなかったか。ミスったー。マジか。ここで消費してる場合ではない。ちゃんとかけらだね。で、正面ダメだから左側から。いや、俺はなんか肝心なことを忘れてるね。そうだそうだ、正面じゃなくて、あれだ、ちょっと戻って、一箇所なんか行ってないところ行きたかったんだった。結構ここは経験値稼ぎができていいかもね。で、問題は、これ、登ったところこの先。これさ、左側いるんだよね、魔法使いが。関係ない。あ、こっち側はいないね。うわぁ、めっちゃいるじゃん、魔法使い。しかも、門があるか。あー。あー、バレた。月光の矢。ちょっとゴリ押しで。ああ、スライムいんのか。ちょうど火がないんだよな。あ、結構いるね、スライムね。めちゃくちゃ落ちてくるな。となると、痛い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 。明石で、まあ多分焼かれて終わるみたいな感じなんだろうね。うおー、マジで。あ、しかも倒さないといけない感じか。ちょっとちょいちょい走れ走れ走れ。あんなのガチでやってたら危なあ。おお、ちょっと待った。でもね、やっぱ呪いだよね。その足、そっちじゃないんだな。エルドリッチ。ちょっと待って、後で見たい。で、扉開くんじゃないこれで。あ、え、開かないの？あー、こっちか。このタイミングで横に扉開けるやつがあるとは結構きついね。いやー、えぐい。じゃあせっかくだしレベル上げよっか。いやー、あとは火をすぐ使うと思ってなかったなー。さあボス戦、神くらいのエルドリッチ。ああ、魔法系っぽい。やばい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 。でもいい火力は出せれてるからね。え、あー、ちょっと待った。そう、いやー、マジか。なんじゃそりゃ。早い早い。何。あー、でも一発195入る。これやべえな。あー、マジかー。あ、なにそれで。あー、そういうやつか。弓を準備したときはってことか。なるほどね。やばい。結構正面に吐く感じかな、見てると。ちょっと赤くなった第二形態って感じか。やばい。痛い。しかも強化されてダメージ上がってる。うわー、鎌か。ちゃ危ねえ。残り見つかって、これが長いんだよな。でそれか、やばくねあ、やべ、回復回復ボタン間違えてる。もうちょい。1、2、3、4、よっしゃ、ゴリ押していこう。あー、取ったー王の巻。あ、王だったんだね。魔法系だろうな。イエーイあれ、よかったのかな、こんなあっさりで。ねえ、65,000か。ちょっと戻りたいね。ちなみに何もないよね。ないね。よし。あ。さっきのが、深みじゃ、あ、エルドリッチはこれだね。カマか。あー。そうだね。そんな感じだったもんね。あ、弓なんだ。まあ、弓にしよっかな、そしたら。で、これを。ああ、魔力付きの弓って感じね。まあ、重量下がったね。いや、重いのか、ちょっと。特にって感じかな。多分こっちの方が強いもんね。はい。じゃあ一応ボス倒せたんで、今回ここまでにしましょう。ねえ、次どこ行くかがわかんないんでね。さっきのところが行き止まりだから、一旦いろいろ調べて、次進めたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、まったねー。